お、ライトを越え持ってきました。まあ、ちょっと抜かれたようなボールでしたが、うまく佐野がライト前で弾き返しました。これがチーム初安打になります。ライトを怖がってます。右中間です。さあ破るかどうか。破ってきました。ワンバウンドのフェンスまで一気に。これ三塁またところストップ。はい、三塁。この2巡目に入って楠本が右中間へツーベースヒット。2球目巻き戻っていくか。センターが前に出てくる。前に出るワンバウンドだ。三塁ランナー帰ってきました。まず1点を返します。さあゲーム5回裏、初球からいきます。大和レフト前ヒット。まあ、とはいえですね、先ほど、まあ、今の5回に点が入る前、4回裏を思い返すとね、ミサイルを追っていく。ちょっと詰まったか。ショート打ちをそれでも超えた。ヒットだ。レフト前ヒット。牧がヒット。ワンサイから2球目。宮崎打った。1塁間さすがにこれは菊池でも無理。ライト前ヒットだ。これで2塁1塁。牧、宮崎、ここで2塁1塁とチャンスを広げてきました。2安打です。そして飛ばした。セカンドの右側打っていく。ライト前ヒット。またまたノーアウト2塁1塁とチャンスを作ってきました。ワンツーから、お、高めを捉えて左中間へ。もう一本ヒットです。また後輩からヒットを打ってきました。佐野啓太、ランナー一塁。コンパクト打ってセカンド左に抜けていきました。宮崎がここはまあ9回しっかりとね、まあ、集中を持ってヒットを放ってきました。今日2安打です。ワンスタイから2球目。ピッチャールーキーの松本、2球目打って、これも打った。1塁間破っていった。今季初ヒットが出ました。低め打った。センター方向。センター下がる。下がってどうか。フェンス方向まで行ってワンバウンド。フェンスまで到達した。さあ宮崎が帰ってきます。ホームインです。1点を返しました。10対4です。